義と愛が世界を救うデイズオブファンタジア実況プレイ、私実況者のキョンと申します。前回引き続きね、寄り道の、続きをやってるんですが、現在はね、新食堂の方へやってきてるんですが、じゃあ続きをやっていきましょう。スイッチがありますね、切り替えましょう。ガチャ。さてどこがどうなってるんでしょうね、これ。これこうなるのか。これレバーがわかんないんだよな。やったんだけど、これそうか。産後ばっかり儲かるのはありがたいっすね。まあ、あれこれじゃないんだ。はい、このスイッチなんでしょうね、これ。こうなると分からんで、ね、あれハマってしまった。なんでタコ落とすんですかね、イカなのに。これどうなってんだ、どうやって降りるんですかね、これ。ここのスイッチがわかんねえんじゃ、切り替えはないですもんね。落とした。ああ、本当にエンカウントリーズが落としな。これどうやって仕掛け飛ぶんだ。これ関係ないもんね。じゃあどうやって行くんだよ、これ。まあ、帰るしかないか。これ戻れなくなるんだ。通れるはず。
私にされた。これどうなってんだ。これも関係ない。じゃあどこどう行けばいいんだよこれ。これどうするんだよ。地味にさまよってますね。あれあれ開かない。さっぱりわからないって。ないままで来ちゃいましたね。やっぱり謎が解けないままここに来ちゃったわけか。あれここの水どうやって引くんだ。引かせるんだろう。さっぱりわからないまま。完全に術中にはまりましたね。ここ水どうやって引くんだろう。引かせ方がわからないまま。3個14個になっちゃった。結構3個稼ごうと思ったらここに来りゃいいってわけですね。まいったな。どうやって取るんだろうこれ。とりあえずセーブだけして。完全に迷宮入りです。あれ？これどうやって解くんだろう。
全くわからないまま。これは違うもんね。ここがわかんないんだよな。ここのレバーがさっぱり。この水引く方法ってどこなんだ。どうすればいいのだろう。よくわかりましたということで、あれ、これひょっとしてここにもう一つレバーあったの、ひょっとしてこれがそれか。えらい気づくの遅っ。あーどんな気づくの遅いんだよ。可能になる夢は、うーん、多分ね。稼げばいいということか。結構落としてくれますね。参考の落とす率高いな。引っかかった。そろそろね、時間もしてきたんで、今回の実況はね、ここで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、バイバイ。